証拠を認定する訓練もしていない、判決をした経験もない、どういう刑罰を科すのが良いのかという経験も知識もない、そういう人たちを法廷に並べて判決をしても正しい判決になるわけがありません。そんなことをするために私たちの税金が大量に投入されています。そして多くの国民の貴重な時間が奪われています。そしてついには裁判員裁判で法廷で被害者の遺体の写真、犯罪現場の写真などを見せられて、そしてここに傷を負った、その光景が目に焼き付いて離れないという人が生まれてしまいました。そしてそういう人がたくさん生まれています。その一人が国家賠償訴訟を起こしました。しかし裁判所はそれに対して、裁判員を経験したためにここに傷を負ったということを正面から認めています。裁判員制度を経験したためにここに傷を負ったことを裁判所の判決は正面から認めました。しかしそれでも国は責任は負わないということを明言し開き直っています。これは国家目的なんだから、裁判員はどういう被害を受けても我慢すべきだと、受け止めるべきだということをこの判決は言っています。とんでもない判決です。それが裁判を進めている裁判所のものの考え方です。ありがとうございます。国民は国家の目的のために奉仕するのは当たり前だというのが、この裁判員制度裁判国家賠償訴訟の判決の内容です。そんな裁判所のために私たちの貴重な時間を割く言われはありません。